工房の後藤美穂です。いつも中3工房を応援してくださり本当にありがとうございます。2023年ももう残りわずかになりました。そこで今回は今年書いた家族対決を振り返っていこうと思います。イエーイ。では早速40回目の家族対決いってみましょう。中3工房はメンバーシップもやってますので、チャンネルを応援してくれる方はこちらもよろしくお願いします。家族対決40回目はよつばちゃんですね。よつばちゃん懐かしいね。結構昔に書いた感じするよね。え、それな、今年書いたっけ。本当にめっちゃ前よな。光の入れ方が違うね。ねえ、いやまだ全然アレンジとかしてなかった頃だね。これはしかもうちなんかこの時さヤバくない。ちょっといやそんなことないよ、かわいい。まあ今成長したね。そう成長してね。リボンの色もさ全然違うよね、みんなね。まあ、制服の色も全然違うね。そうだね。いやでも5等分のよつばちゃんもなんかみんなそれぞれいいね。ねえ、父さんがギャルだね。超かわいい。じゃあ流された。次行きましょう。次は家族対決41回目のみずきちゃん。全員かわいい。私この時うまくかけたような気がする。なんかみんなクオリティ高いね。うん、ね、この時私結構褒められたような気がしたんだけど。私も褒められたような気がする。よつばちゃんがさ後から見てみたら気に入らんくてちょっと悔しくてちょっと頑張って気合を入れて書いてみたやつじゃん。それが第41回。そう。じゃあ次は家族対決42回目ですね。42回目のキャラはブルーロックだね。ブルーロックだわ。こん時からアレンジし始めた。あ、そうそうそう。父さんのほうがどう。もうすごい。マナはさ結構アレンジでさ字入れてきたよね今年ね。そう、今年からだったよね。今年がちょっとじわ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 アレンジし始めた。リオのさ光ってる感じするよね、すっごく。髪とかはっきりしとる系かな。この時さあんまりグラデーションとかしてなかったんだけど、私逆にめっちゃグラデーションかけてるよ。うん、すごい。じゃあ家族対決43回目いく。43回目はアイちゃん。かわいい。アイちゃん、私が目めっちゃキラキラした時だ。なんかさうちの父さん似てない。いやみんな似てるよ。まあね、これ父さんのうさぎ今日ディスられたやつだよね。眉毛太いんよ。さっきちょっと垢抜けてないまだ。おじさんうさぎ。うさぎの色もだよね。ちょっと黄ばまん。めっちゃディスるじゃん。マナのがすごいデジタルだよね。ほんとムラない。このアイちゃんさ描いてて楽しかった記憶がすごいわ。いやわかる。母さんの可愛いわ。うん、母さんの漫画のアイちゃんみたいね。あーはいはいはい。じゃあ次いく。次は44回目のかなちゃん。かなちゃん、かわいい。かわいい。これ好き。このかなちゃんめっちゃいいよね。わかる。え、めっちゃ可愛くね。私の、私の方がめっちゃ可愛いよ。いや父さんのもすごいと思う。いやでもこれはさやっぱりリオがすごい一番可愛いと思う。あ、マジで。いや、私のうちレースがさすっごい綺麗にできてる気がする。あ、本当だね。ちょっと待って、今私も自分のレースのこと言おうと思った。あ、私も思った。父さんのレースもすごいよ。いやまあみんなすごいよね。じゃあ次いく。次は45回目のアクアだね。アクアから姉ちゃん暴走してるみたいな。暴走っていうのやめてくれ。俺暴走してるよ。暴走とか言うのやめてや。かっこいいじゃん。いやめっちゃくちゃいいよ。でもやっぱりさこう見るじゃん、自分のがやっぱ一番いいんだけどね。いや私のやろ。リオのが好き。あ、うそ、マジ。服の袖の模様、うん、俺難かったよね。姉ちゃんのほんとすごい。あれがなんでそんな細かくできるのかがわからん。めっちゃコピック立ててちょ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 ってやる。じゃあ次いきますか。次は46回目のルービー。あー、かわいい。私の、いや私のかわいい。いや父さんのなんかやばい。宇宙、そしてギャル。ギャルだね。ギャルだね。母さんのもかわいいね。かわいい。大人びてる。そしてマナのがもうとんでもないね、またね。なんかこの時さ RV にあのねマジ首を RV でいった瞬間私は終わったと思う。これ背景塗ってるの父さんだけだけどさ、これ多分スパッタリングでやってたんだよ多分。ああだよね。いやなんか推しの子続くね。推しの子きますね。推しの子ブームだね。ブームだったよね。そうそうそう。じゃあ次いきますか。次は47回目のめぐちゃん。かわいい。かわいい。メン
ムチョ可愛いな。俺はもうマナのアレンジがすごかったな。そうエグいわ。本当アイドルって感じがした。チェキよ。チェキだよね。チェキもう文字とか入れちゃってさなんかいつも思うんだけどさ、手袋の色とかさ全員違うよね。ね、なんでしょうね。なんでここまで違うんだろう。なんか本当に違うよね。姉ちゃんなんかもう RV で違う。一人だけなんか紫色。そう、私だけなんか異様に違うね。髪もすごい。父さんすごくないこれ。髪金髪じゃない。金髪だよ。でもメムチョさ、やっぱ楽しかったよ。うん、楽しかった。じゃあ家族対決48回目はあかねちゃん。これ私ヤバい時。やばい。私がヤバい時。相当ヤバいやつ。2つ星やったらヤバいよね。いやでもさ、片方やったら片方の目がかわいそうだなって思ったり違う、私さもうちょっと星をちっちゃくしようと思ったよね。ちょっと目からはみ出るぐらいに収めよう収めようって思いながら描いたらなんかこうなっとったよね。おまかれちゃんさ、背景とか幻想的でさ、すごいこのぼかし方が難しかったよね。私のすごくないこの時。すごい目が違うよ。じゃあ次行く。次は49回目です。はいはい、薬やね。これめっちゃ最近書いたやつだね。一番最近のやつだ。これが2023年最後の家族対決だね。すごい、私かわいい。そう、リオかわいい。いや、かわいい。目かわいいし、ほっぺもかわいいし、メイクもかわいいし、口もかわいいし、もう服もかわいい。全部じゃん。マナのアレンジがさ、本当になんかもう漫画の表紙だったもんね。ね、本当にすごい。いや、みんなキラキラしてるね。父さんだけなんかこう、色が濃い髪のね。ちょっと暗めよね。光の場所が少ない系かな。でもこれってあれだよね、マナ。GG で言ったもんね。GG。いや、そう、お夫婦の GG。お夫婦の GG ね、グレイグリーン。そう、じゃけ、ほんとに GG がドンピシャだった。うん、ドンピシャ。でもなんか全然違う、父さんの。私たちは C 系で言ったもんね、母さん。あ、そうそう。いや、マナのこの、濃い感がすごいと思う。すごい。これはね、ほんとすごい一番いいと思う。イエーイ。これさ、最初のさ、家族対決40回目と比べてさ、劇的に変わったよね。劇的に違うね。2023年も結構書いてきたね。意外と少なかったよね。なんか結構やった感じしたけど。いや、そう、わかるわかるわかる。それはさ、あれだよ。家族対決以外にもさ、画材違いとかやったじゃん。それがこちらだね。おお。やばい。父さんのすごい。私の美しくない？めっちゃ綺麗やん。いや、天才だわ。私もすごい綺麗。このさ、画材違いってさ、めっちゃ新鮮よね。ねえ。いや、父さんのが面白い。父さんのやばいよね。ねえ、知ってる？クレヨン。クレヨンだよ。このクレヨンの難しさすごいからね。で、これがさ、五条先生だったじゃん。もう一個やったのが、こっちだよね。姉ちゃんすごいな、クレヨン。ようやったわ、本当に。じゃろ？すごい。本当にすごいと思った。細かい。やってみ、みんな。順番だから回ってくる。まあでも、色鉛筆難しかったよ。色鉛筆って多分一番時間がかかると思う。いや、それそれ、それだわ。めっちゃ色重ねていくじゃん。うんうん。しかもさ、なんか、色鉛筆ですごい絵描く人とかおるじゃん。その人たちってめっちゃゴリゴリしとるじゃん。で、真似してゴリゴリしてみようってなったんだけど、ゴリゴリした方がなんかムラができてさ。わかる。あれみたいな。もう、後戻りできないよこれみたいな感じを思ってじゃあ2024年もさ、この画材違いもやりたいし、家族対決もね。まあこれにて2023年あっという間だった、ね、あっという間だった。きっともうすぐ来るよ、2024年の年末。え、もう、もう来年の年末。もう来年か。まばたきしたら来年の年末になっとる。それ相当寝るってことだ。それでは皆さん、良いお年をお迎えください。では2024年の最初の動画まで、バイバーイ。